はい、えー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います今日は、えー、この魔法の世紀というタイトルの本をご紹介したいと思います、えー、このチャンネルでは私がまあほぼ一日一冊ですね本を読んで、えー、その内容を こういった形で動画にしてレビューをしていくという内容になっています。で、この本は2015年に発売された本で、あの非常に有名な方だと思うんでご存知の方もいるかと思いますけども、落合らいおちさんという方が書かれている本です。で、まあおちさんは今筑波大学でえっ、ー、とまあ教鞭というかあのラブを持ってるんですけれども、えー、まあいろんな肩書きがあってですね、えっ、ー、とまあ大学教員としての顔も持ってますし、えー、今は ええと、会社をまあ経営というか、えー、運営もしてると思います。で、えっ、ー、と何だったかな？えっ、ー、と2021世紀の魔術師だったかな？ちょっと忘れました。ちょっとどういうあの評され方だったか忘れました。けれども、えっ、ー、とまあ、非常にメディアでもですね。えっ、ー、とまあ、そのサイエンスを駆使した、えー、まあ、非常に幻想的なアートだったりとか。 えー、まあ、新しい概念の提案というところでですね活躍をされている方ですで内容としてはえっ、ー、とちょっと私があの増えてなので正確に理解できてない部分がかなり多いんですけれどもえっ、ー、とまあその落合さんがまあバックグラウンドとして持っている考え方について、まあ、そのコンピューターのバックグラウンドとまたあとはアートですねその今ちらっと言いましたけども落合さんっていうのはその、えー、とテクノロジーとアートを組み合わせたような、えー、と作品を結構作られてるんですけども、まあ、その まあ、アートについてですね、にまあ、それについての考え方っていうのを、えーまあ、ご本人が説明しているということですね。で、えーとまあ、言ったように私自身、えーと、そのコンピューターの領域はですね、全然詳しくないということと、またアートについてもですね、興味はあるんですけども、もう全然分かってないということがあるので、あの今日はまあ細かい内容の説明は、えーまあ、避けたいと思います。多分理解が間違っていることも多いと思いますし、なんで、まあ、感想というかですね、絵、えーえー、をまあ簡単に。 お話したいと思いますでえっ、ー、ともう本当に端的に言ってしまうとですね、まあ、あのこの方っていうのは本当にまに天才的に努力をされてるなと、まあ、天才っていう風に言わなかったのはですねやっぱりあのもう努力の量が圧倒的に多分違うっていうのが、まあ、この中から見て取れるというか、まあ、読んでわかるんですけどもあの今言ったそのコンピューターサイエンスに関しての理解っていうのがまあものすごく深いと。 深いとで、まああのー、まあ私も研究を、えーとまあ、すごく真剣にやっていた時期があったのでよくわかるんですけども、まあ、理系のですねあの本当にトップのトップの、えーまあ、研究者っていうのは、まあ、毎日毎日ですね実験をして論文を読んでっていうことをずっと繰り返しています。でまあそういったそのプロの、えーまあ、研究者としての顔からあの落合さんはコンピューターサイエンスっていうのを本当に理解されていて、まあ、何年ごろにどういう人が えーまあ、どういうい概念を提唱したとでその提唱した概念が展開されて、まあ、こういう概念に広がってきたとでそれとこれが、えーまあ、つながって現在のこういう概念になってますというような、えーまあ、理解がまあものすごくきっちりしていますでそれもえっとここ10年とか5年とかそういう流行り去りのレベルではなくてもうそのコンピューターが生まれてきたまあ背景とかですね えーまあ、どういったプレイヤーがどういった形で参画してくることによって、まあ、社会に対してインパクトを与えてきたかとか、まあ、そういったところまで非常によく理解されていると。 でさらにどちらっと言ったんですけどもそのこの本半分ぐらいはアートについて書かれていて、まあ、そのアートに対してもですね、えーとまあ、最近のアメリカで生まれてきているような、まあ、流行りのアートだけではなくて、まあ、ヨーロッパのじゃあ印象派で、まあ、どういう画法があって、えー、そこの背景にはまあ人々のこういう理解があったんですとかですね、えー、まあそこから派生して歴史ですね例えばフランス革命の時はこうだとか。 えーまあ、南北戦争がどうだとかですね、まあ、そういった内容まで本当に踏み込んでちょっとのでもフランス革命の内容は書いてあったと思うんですけども、まあ、例えば南北戦争とかですね、まあ、そういったそのアメリカであったりとかヨーロッパであったりとかまた日本でまあ起きていたその人の動きみたいなものもですね非常によく、えー、理解をされた上で、えー、考えていると。 でちょっとこの前段がどうしても長くなるんですけども、まあ、そこはやっぱ落合さんの凄さだなというふうに思います。で、えー、と今説明したような、まあ、アートとサイエンスの理解を、えー、自分の中で落合さんの中で消化をさせながらですね、えーまあ、言葉を選びながら、えー、人々のこ,うこれからっていうのを落合、まあ、さんが構想していくと。で、えーとまあ、例えば50年前に 50年間でこういう動きが起きたとということはつまり今例えばこうやって YouTube が一般的になった今将来にはこういうふうな方向に世間が向かっていくだろうとまたそういうふうな方向に向かっていきたい自分が作っていきたいというような話が書かれています。でまああの本当にですねあの繰り返しになりますけれどももう圧倒的なそのインプットの量と、まあ、それに対して、えっと、アウトプットをもうすでに、えー、いろんな分野で。 なされているともちろんその本職の本職っていうか、まあその研究の部分でもそうですし、まあ、作品についてももうすでに非常に多くのですね作品を発表されていますでまたそこから学習をしてさらに深めていって、まあ、どん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 こう新しい世の中を切り開いていってるんですけどもやっぱり悲しいからですね私のような一般人にはもともと持っておくべき、えー、とバックグラウンドっていうのがないんでですね、まあ、何を言ってるのか実は見えないと。 えーまあ、そういうことだったんだなっていうのをちょっとこの本を読んで改めて理解しました。でこの本の中でまあ魔法っていうふうに言われてるんですけども、えー、と私の理解が正しければですねその,、まあ、あのこうサイエンスっていうのは えっとまあ、昔からしたら考えられないようなことをまあ可能にすると、まあ、サイエンスとかテクノロジーっていうのは、えー、そういうことを可能にするとでそれははたから見ると、まあ、魔法のようなものなんだけれどもというふうに書かれててでこの本の中ではですねその魔法っていうのがっとずっと魔法であり続けてるだけその次元で考えてなくてじゃあそこからさらに進んでいくとその魔法っていうのはどうなっていくのかそうすると大衆にとってその魔法が当たり前になってきて、えー、その大衆に溶け込んでくると。 まあそういったところまでちゃんと理解されていてじゃあそういった時に、えー、今ある、えー、テクノロジーっていうのはいつ頃に、えー、どういう経緯でできてきて今ができてるのかということはじゃあ今ある今出てきているテクノロジーっていうのは、まあ、10年後20年後にどういった形で社会と向き合っていって、えー、我々の生活とつなげていく必要があるのかと、まあ、そういう議論がですね本当にあの、えー、素晴らしいレベルで何、えー、て言うのかなあの書かれてるなということを、まあ、本当に感心しました。 ちょっと内容がわからないのでよし悪しがわからないんですけども本当にあの感心しましたでえっと年がですね、えっと、多分私と同じぐらいなんですよね本当にあの5つも変わらないぐらい、まあ、30前半の方だと思うんですけども,もう本当にその年齢でこれだけの内容が書けるともう本当読んでるとですねもう定年定年というかまああの引退前の研究者がまとめて書いたような文章にも思えるぐらい、まあ、内容が濃いあのちゃんと知識が濃い内容になってまして。 本当にそういった意味では素晴らしいなというふうに、えーまあ、驚かされました。はい、ちょっとあのふわっとした内容になってますけども、今日は以上です。